こんにちは、皆さん一周です。このチャンネルでは火山癖が地球の最新情報と元気をお届けしております。さて皆さん、今ですね、緊急で動画を撮影しております。なんとですね、本日、あの北朝鮮で地震が発生してしまったということが新たに判明いたしました。今日の動画ではなぜ北朝鮮で地震が起きてしまったのかということと、今後大丈夫かどうかということでお話しさせていただきます。はい、というわけで今日もよろしくお願いいたします。北朝鮮で地震発生ということでね、 3つのテーマをご意見しました。まず1つ目、今回の地震。人工地震とは何なんでしょうか。今回の地震は人工地震なのかということでお話しさせていただきます。まずはじめにこの動画の結論から申し上げておきますと、今回の地震は〇〇地震だということなんですね。 一体どういうことなんでしょうかそれはこの動画を最後まで見ていけなととってもよくわかりになりますのでぜひとも最後までご覧くださいそれでは今日も元気にやっていきましょうまずはですね今回の地震ということでお話しさせていただきます今回地震が起こりましたのは西の島から北に1867キロ離れておくれます北朝鮮で発生してしまった地震になりますこちらが今回の地震の図になりますね9月7日0時52分頃の夜中ですね北朝鮮で 地下深さ631キロメートル、マグニチュード4.8、最大震度0から1の小さな地震が起こったということでございます。最大震度1ってどれぐらいの揺れなのかと言いますと、家の中にいる人が揺れを感じます。またはポンズも動かないぐらい小さな地震だということですね。 はいで今回の地震はですね先ほどご説明したとおりあの北朝鮮で起きてしまった地震であるということでありましてもしかしてこの地震人工地震なんじゃないかってね思われた方いらっしゃると思いますそもそもですね皆さんこの人工地震とは何なのかということでね続きまして見ていきたいと思いますが人工地震というのはですね 人間が起こす地震のこすすのとを言うんですね例えば人工地震の事例といたしましては爆発実験がドカーンと起こってしまった場合または飛行機が墜落した場合ライブなどが行われた場合に人工地震が発生することがありますねはい例えばですね今年アメリカのライブが行われたんですけどもこの時にマグニチュード2.3の人工地震が発生しましたね はいでは、今回の地震は人工地震なのかということでございますが結論から言うと間違いなく今回の北朝鮮の地震は天然の自然の地震であるということですね詳しくお話ししたいと思います。まずででですすね今回の北朝鮮で起きた地震ですけども はいこのね北朝鮮で地震が起こってしまったということで、これ、爆発実験なんじゃないのってね思われた方、いらっしゃると思うんですけどもえ、今回の地震は自然の地震であるということであります。どうして人工地震ではないのかというと、ですねそれはずばり地震が深すぎるということなんですね、詳しく見ていきたいと思います。まずは、ね、こちらが北朝鮮の地下の様子になっております。え太平洋プレートがですね沈み込んでいる環境になりますね。 で今回の地震というのはですね沈み込む海洋プレートの深いところで、えー、起こった地震になるということになるわけなんですね地下深さ631キロで起こった地震であるということでこれは間違いなく天然の地震ですねちなみにですねこれ人間の力で地震を起こそうとするとどうすればいいかというとここに631キロメートルの穴ぼこを掘ってですねそれで爆発実験をしないといけないとそんなことはですね人間は到底できませんね ちなみに、人間が一番った、掘った一番深い穴ってどこにあるのかというと、西の島から北に 7700km 離れたところにある、ロシアのコラ半島と呼ばれているところですね。このコラ半島では、人間が掘った一番深い穴があります。で、その深い穴が約 12km ということですね。今回の地震はですね、それよりも何十倍、何百倍も大きなですね、穴が、 掘って、えー、地震を起こさないといけないということで、それはね、人間には絶対、えー、成し得ない技なんですよということですね。 じゃあですね、皆さん、どうして人間って深い穴を掘れないのかということでございますが、ここで皆様に今日の問題でございます。なぜ人間って地球を穴深く掘るのが難しいんでしょうかちょっとですね、お考えいただきたいと思います。硬いから爆発するから熱いから、謎組織の長万部掘り掘り教会が邪魔するから宇宙の場は殺っといでしょうかということでお考えください。3、2、1、はい、終了です。 正解はですね、なんと、これは。 これは地球が暑いからなんですね。はい。ということで、3番がえ答えということになりますね。詳しくお話ししたいと思います。まずですね、地球の温度ってどうなっているかというと、地表の方は冷たいんですけども、深くなればなるほど暑くなります。これを地温勾配というわけなんですね。温度はたい100メートル深くなると3度ぐらい上がります。地表は20度ぐらいだとすると、地下500メートルが35度。そして1500メートルだと65度ですね。すなわち地下600キロメートル。 というのは少なくとも1000度以上ありますから、これ、機械が壊れてしまいますんで、もう全然掘れないということになるわけですね。はいで今回の地震はですね631キロで起こりましたんで、これは100%え天然の地震だと、こんなことで、ね、人間はできませんよと、穴掘ってですね爆発実験なんてできませんよということですね。 はい。じゃあ、ちなみにですね、えー、もし、えー、これ、爆発実験だった場合は、どんな感じなんだってね、思われた方いらっしゃると思うんですね。この爆発実験による人口の地震だったらどうなのかということで、えー、簡単にご説明したいと思います。はい。で、えー、爆発実験だった場合はですね、大きく2つのポイントがあります。 まずは浅い地震が起きるということ。で、もう一つが人工地震波が出るということですね。一つ見ていきましょう。まずは浅い地震が起こるということでね、ございます。この爆発実験というのはですね、ほぼ地表で行われるものですね。ということで、爆発実験が行われた場合は、浅いところで地震が起こるということになります。すなわち、この北朝鮮の大陸プレート内で起こるということになるわけですね。 はいそしてもう一つがですね、人工地震波が出るよということですね、地震が発生した場合、ですね、えー、地震波と呼ばれている波が発生します、こちらが実際のですね天然の地震が発生した場合の地震波を見ております、天然の地震のですね、えー、特徴といたしましては、まず小さく揺れた後にですね、じゃ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 っと揺れた後に、強くドカーンとその後に揺れるという特徴があるんですけども、 観測される人工地震波というのはですね、いきなり強くドガーンと揺れるというような特徴がありますね。 はいちなみに、ですねこの現今回のですね北朝鮮なんですけども、2016年に人工地震が起こったことがありますね、こちらがですねその実際の人工地震の様子なんですが、2016年の1月6日ですね、この北朝鮮でマグニチュード5.1の地震が発生いたしましたが、これはですね実は人工地震で、爆発実験の可能性が高いというふうに考えられているものですね。 はい。ということでね、この北朝鮮では爆発実験が行われている可能性もですね、あるということで、えー、見張っていく必要もあるということありまして、皆さん、これからもね、えー、地震に気をつけていきましょうということですね、えー。この地震に気をつけないといけないのは、天然の地震も気をつけないといけないんですが、こういった人工の地震もですね、気をつける必要があるんですよということです。また新しい情報が入ったらですね、すぐにお届けいたしますので、情報を見逃さないためにも、 ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。TwitterX もやっております。9月9日の、えー、メンバー限定講義は、えー、世界の絶景、ウイユニニ塩湖の誕生ということでこちらもどうぞよろしくお願いいたします。ではここまでの簡単なまとめを振り返りましょう。本日ですね、北朝鮮で、えー、最大震度1の小さな地震が起こりました、えー。夜中の地震ということでね、怪しげな地震でございました。人工地震ではないかって思われた方いらっしゃると思いますが、これは間違いなく、えー、自然の天然の地震でございます。 今回の地震は非常に深いところで起こった地震ですね。もしですね、人口で地震を起こそうとしますと、ここに穴を掘って爆発一見しないといけません。そんなこと人間はできません。なぜかというと、地球が暑いから穴を掘ることができないんですね。地下600度というのはですね、地下 600km というのはですね、1000度以上ありますから、えー、まあ機械当然壊れますし、穴を掘ることはできません。 ということで、今回の地震は100%間違いなく絶対天然の地震であるということですね。では、爆発実験だった場合は、どんな感じなんだということでありますけども、これは浅いところで地震が起こります。そして、天然の地震波ではなく、人工の地震波が観測されてしまうということですね。2016年の北朝鮮で起きた地震は、これは人工の地震でございまして、爆発実験の可能性が高いというふうに指摘されてますね。 はい。ということで、えー、このようにね、日本という国はですね、天然の地震だけではなく、えー、人口の地震にも気をつける必要がある、えー、国であるということがですね、よくわかる一件だったんじゃないかということでね。はい。先ほどね、あの、生放送でもお話しさせていただいたんですけど、せっかくなんでね、あのー、動画でもね、しようかなと思いまして、今日はお話しさせていただきました。はい。ということでございました。はい。 以上が今日の放送内容になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも地震や火山の最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。TwitterX もやっております。メンバー限定で誰でもわかる火山学と地震学の講義もやっております。あ、今日の問題、ちょっと忘れました。すいませんえ。北朝鮮で起きた地震は人口の地震なんでしょうかそれとも天然の地震なんでしょうかということでお答えください。 はい。9月9日のメンバー限定講義は有年校の誕生ということでよろしくお願いいたします。それではまた皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。グッチューエリギトゥグチピーピーティスティー。